こんにちは、この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。本日もちょっと趣向を変えまして、私が実践している年間500冊読む方法をお伝えしたいと思います。改めまして、簡単に自己紹介なんですが、私この子猫はだいたい年間500冊ほど本を読みます。読むスピードは普通の人よりは早いと思うんですが、速読や飛ばし読みなどをしているわけではなく、後書きや解説なども含めて、全文読みます。ジャンルは小説、ビジネス書、哲学、科学、歴史、古典と幅広く、いわゆる乱読ですね。ニートというわけではなく普通に会社員で、残業も月30時間ぐらいなので、ブラックじゃないけどホワイトでもないよという、普通の社会人の範疇かなというふうに思います。じゃあそんな私がなぜ年間500冊も読めるのか、その秘密はですね、たった一つ、ただ単に四六時中本を読んでいるから、読書に費やしている時間が膨大だからです。例えば休日ですが、私10時間近く読書をしています。平日もですね、通勤時間だけでなく朝夜も読んでますし、それだけでなくですね、なんと歩いている時、運転している時、筋トレしている時、家事している時など、あらゆる時間を読書に費やしています。いやいや、運転中に本どう読むんだっていう声もあるかと思いますが、いや、実は読む方法があるんですね。ここでは私が四六時中本を読むために実践している3つのテクニックを紹介したいと思います。1つ目はオーディオブックです。私は本を音でよく読んでいます。今は Amazon Audible で本を音で読めますし、実はそれじゃなくても電子書籍を買ったものはスマホに音声読み上げ機能、Android だとトークバックっていう機能があるので、それでですね、本を音で読むことができるんですね。これにより私は歩いている時でも、運転している時でも、家事をしている時でも、なんなら食事中でも、本当朝から晩まで四六時中本を読むことができるんですね。もちろん音声だと難しい本は辛いので、難易度が低い本だけなんですが、それなら十分に読むことができるので、皆さんにも、とてもおすすめです。2つ目は、先ほどもちょっと話に出てきた電子書籍ですね。私は電子書籍のリーダーアプリをですね、スマホのデスクトップ画面の真ん中に常に表示しています。これにより、スマホを開くとすぐに読書モードになることができ、電車やバスの待ちの1、2分なのですね、ちょっとした隙間時間を全て読書に投入できるようになっています。この積み上げによりですね、毎日の読書量がですね、膨大になるんですね。3つ目は、併読です。実は私の集中力は平均以下で、よっぽど面白い本じゃなければ15分以上読むことができません。しかし、四六時中本を読むことができる。その秘密が併読ですね。私は常に4冊の本を併読しています。紙の本は2冊。これは1冊が難しい本、もう1冊は簡単な本にしています。そして、電子書籍も2冊。音声で聞く用と、スマホを開いた時にパッと読む用ですね。私はこの4冊を常時手元に置いておきまして、集中力が切れたら別の本、また集中力が切れたら別の本というふうにですね、順々に読んでいっています。これによりエンドレスに読書し続けられるようになり、読書時間が膨大になるんですね。これら3つのテクニック、1オーディオブック、2電子書籍、3併読を駆使することで、四六時中本を読むことが可能となり、結果年間500冊も読むことができているというわけです。多く読めばいいというわけではないですし、私個人としても多読は全くお勧めしないので、真似する必要はないんですが、一つ一つのテクニック自体は使えるかと思いますので、皆さんの読書ライフに、役立てれば、幸いでございます。ということで、今日は年間500冊読む方法を紹介させていただきました。気に入ってくれた方はチャンネル登録お願いします。では明日、1日1冊本紹介で会いましょう。バイバイ。